ジョン・ホワイト、ジョン・ホワイトは、イギリスの軍医、植物収集家である。オーストラリア大陸における、ヨーロッパ人最初の入植者を乗せた、船団、ファーストフリートの船医を務め、7年間ほど、オーストラリアに泊まり、オーストラリアの博物学的事物の著書を残した。サセックスで生まれた。1778年に三等軍医助士として、イギリス海軍に入隊し、 1780年から HMS イレジスティブルに軍医として乗船し、1786年にハモンド卿の推薦でファーストフリートの軍医長に任命された。1787年3月にプリマスから囚人輸送船シャーロット号に乗船したが、乗り組んだ囚人の食事や環境が劣悪であったので、食事を改善し、良い空気を吸うためにデッキに出られるように計らった。 囚人のトーマス・バレットが巧みに銀在庫をしているのを見出し、後悔の様子を7 4ト、mm、ルの皿に掘らせたと、シャーロットメダルを作らせた。これはオーストラリアの歴史的工芸品として、オーストラリア国立海洋博物館に展示されている。1788年にニューサウスウェールズ植民地の軍医に任命され、植民地の病院を組織するが、 薬剤の不足に悩まされた。現地の動植物に興味を持ち、オーストラリア原産の植物の薬理作用を研究した。1788年にユーカリ油の評価を行った。1790年に A Journal of A ボ o ッ c h 2 New South Wales を発表し、多くのオーストラリアの生物種を記載した。65点の動植物の同版画が掲載された。 著作はその後の5年間にドイツ語、フランス語に翻訳された。記載した動物には、イエアメガエルなどがある。1792年には新しく送られてきた、囚人の美術家のトーマス・ワトリングが、助手となって、植物や、昆虫、動物の図版を描いた。ホワイトはオーストラリアで暮らすことを嫌っており、1792年に、給食を申請して、 1794年に認められ、イギリスに戻りそのゴアイルランドを旅した。1796年に、オーストラリアに戻ることを辞退し、ロイヤル、ウィリアムの繊維やチャタム交渉の意思として働いた。1820年に退役し、1832年に、ワージングで没した。オーストラリアニューサウスウェールズ州の地名、ホワイトベイはホワイトにちなむ。J. ホワイト RN は、 植物の学名で命名者を示す場合にジョンホワイトを示すのに使われる。ありがとうございます。